聖杯戦争、それは万能の願望機聖杯をめぐる魔術師たちの血塗られた戦い。セイバー、ランサー、アーチャー、ライダー、キャスター、アサシン、バーサーカー、七人のサーヴァントとそれを刺激するマスターたちは最後の一人になるまで戦い続けなければならない。今また聖杯をめぐって熾烈な戦いが行われんとしていた。突然ですが、聖杯戦争のルールが変更になりました。第5次魔術師大激突チキチキ聖杯戦争。はい、皆さんこんばんは。司会のイアスフィール・フォン・アインスベルンです。琴峰キレイです。いよいよ始まりました、第5次聖杯戦争。今回はここ冬木市市民体育館特設スタジオからお送りしております。さて、10年ぶりに出現した聖杯、その行方がいよいよ今夜決定するのです。見事聖杯を手にし願いを叶えるのは誰か。それは俺だ。うん、せいぜいひとときのにぎわいを楽しんどきな。聖杯は渡さないわね、総一郎様。マスターは何の心配もいりません。当然さ、僕に恥をかかせるなよ。シロ、神聖なる騎士の戦をこんなチャラチャラした催しにして良いはずがありません。いや、俺に言われても。絶対勝つのよ、アーチャー。もとよりそのつもりだが。いい、聖杯のためならどんな汚い手段を使ってでも。はい、正々堂々精一杯頑張ります。父さく、ちなみに皆さん、宝具とか使うのは禁止です。だって町とか壊して危ないじゃん。何を今さら。正直事後処理がめんどくさい。いきなりぶっちゃけたわね。学校生徒全員が衰弱しているなんて事態、どうやったってごまかしきれん。中年親父の仕事の泣き言かよ。それじゃどうやって戦うのよ。対戦方法は。ちょ待て、何よそれ。マッチ一本火事。たかが弓兵ごときが。貴様一体どこの犬だ。犬も歩けば。犬って言うな。貴様リンプ。私こんなことのために10年間泣いてんのか。遠坂シロ、一枚も取れません。ファイター。次の対戦は。やだ、このスカート短すぎる。誰？今！あんた！でもたまにはこういうのもいいかしら。反則負け。もうバーサーカーにルールがある競技なんて無理や。ですよね。で、なんで俺が黒ひげなんだよ。仕方がありません、くじに従ってください。ちゃんと。おお、やめろ。待て、なーい。見物ではないか、増評。ギルガメッシュ。だがまどろっこしい。まどろっこしいぞ。ゲートウルバビア。おいおいおい、ホームとか使うのは禁止だろ。俺がルールだ。あ、ランサーが死んだ。この人でなし。ルールブレイカー。ちょっと、それは私のセリフです。お前のものは俺のもの。人類最古のジャイアニスト。次の対戦は王様ゲーム。俺はすでに王だな。私も王だ。こうして第5次聖杯戦争は熾烈を極めた。血で血を洗う激闘の末、彼らは見たもの。
海戦争とはこんなにも苦しい戦いだったのか。あれは聖杯。あんなものがあるから、トレースオン。しろ。ついに解き放たれたか。なんだお前。にゃー。お迎えしよう。俺は正義の味方になれたかな。聖杯は今の人類の手には余るものだということか。何いい話だった風に言ってんのよ。だってもうどうしたらいいかわからない。また抜き事かよ。面白かった。来週またやるのかな。いやよ。あー、そろそろ布団を取り込まないと。いいや、不死ねえまで。こら、イリア。シロ。せっかく干した布団が潰れちゃうだろ。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃ、そうするために干したんだが。うわっ。ね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるって。イリア、シロはいい子だね。確かに気持ちいい。最近疲れ気味のせいか、まぶたが重く。これは起こした方がいいのだろうか。しかし邪魔はするべきではない気も。そっと。何をしているのかしら。はい、静かに。まったく、3人ともよく眠っているものね。確かに干したての布団ってのは気持ちいいものだけど。そりゃ起きないわよ。起きないようにしたんだもの。なんとシロにアンチかけたわ。シロとお昼寝したかったのわ。とにかく早く解きに分かったわよ。もうでも本当に解いちゃってもいいの。どういう意味さ。まあいいか、リンが解けていたんだし。ほら、何すんのよこのガキ。こういうのはお姫様の傷って相場が決まってるじゃない。逆でしょ、逆。何よ、リーはシロが目覚めなくてもいいの。いいわけないけど。イリア、これとは何よ。見たところ、タイガも目を覚まさないんですが、彼女にも暗示をかけたのですか。かけてない。お腹痛い。ただいま。誰もいないのかしら。はい、エミヤですけど。ああ、登坂か。え、エミヤくん。すまない、頼み事があるんだけど。どうしたの、慌てて。今日急にバイト入っちゃってさ、テレビ録画してほしいんだ。録画？7時からのフジテレビなんだけど。何？7時のフジテレビ、この K-1 なんたらってやつ。男ってこういうの好きよね。いいだろ別に。急いでるからもう切るぞ。
電源を入れて録画ボタンを押すだけでいいから悪いけど頼んだぞ。はいはい、お安いご用よ。バイト頑張ってね。さてと、電源を入れて録画ボタンを押すだけ、電源を入れて録画ボタンを押すだけ、電源を入れて録画ボタンを押すだけ、電源を入れて録画ボタンを押す、押すだけ、電源を入れ、これビデオじゃない、まさかこれが噂に聞くレーザービート、ブルーレイレコーダーだリン。照れ隠し、私を踏むのやめろ。君は機械の操作が苦手だろ、よければ手伝ってやろうと思ったのだね。余計なお世話よ、録画くらい一人でできるんだから。それでは見物させてもらおう。とにかく落ち着くのよ、遠坂たるもの常に優雅であるべし。そう、まずディスクが入ってるかどうか確かめなきゃ。シローだってうっかり忘れてることがあるかもしれないもんね。嘘、本当に入ってないじゃない、シローの間抜け。どうしよう、この辺のに上から撮ってもいいのかしら。でも人のフォローが手に見るなんて。ああ、エミヤ君が異性も好きなんだなんて。ああ、おばあちゃん、男性のあなたから見てカモフラージュに向いているのはどのタイトルかしら。カモフラージュ、何のことかは分からないが時間が迫ってる、急いだ方が良いのではないか。あっ、エロビだろうが何だろうがカモフラージュ、スパイダーマソン君に決めた。再生ってどうやるの。ハードディスクかブルーレイの選択、何それ、変なとこ押しちゃった。しないわよね。マスクロスってどれだろう、ちゃんと空きあるのかな。ああ、もうダメダメダメ、シローが悪いんだからね。新品のブルーレイをちゃんと入れておかないから。そろそろかリン、君は一つ思い違いをしている。ブルーレイレコーダーは録画するのにディスクを入れる必要がないんだ。データを録画するのは中にあるハードディスク、そこからブルーレイにデータを落とすんだ。エミやシローも言っていただろう、録画ボタンを押すだけで。怖っ、白き月姫ファンタズム、僕は絶対許さない。遠坂、これ裏番組だぞ。おやつコース、このくそって、えい、マジ電池切れ、まああとちょっとでクリアなのに。海と山に囲まれた自然豊かな冬騎士、郊外には深い森が広がり、そこには大きなお城があります。お城の主はイリアス・フィール・フォン・アインツベルンちゃん。こんなにちっちゃくても最強のマスターって呼ばれてます。今はメイドさんたちとこのお城でひっそりと暮らしてるんです。いいね、バーサーカー、エネループを買ってくるのよ。さて、今回初めてお使いするのはサーヴァントのバーサーカー君。ちゃんと一人でお買い物できるかな。バーサーカー君、不安な様子です。頑張って、イリアちゃんもきっと応援してるよ。バッチリお使いをやり遂げてかっこいいところ見せちゃえ。おや、誰かと思えばリーゼリットさん、バーサーカー君が心配でついてきちゃいました。あ、大変だ、いたずらっ子のギル君です。王として下々の者どもの様子を見に来ただけであったが、ギル君が暇なだけなんです。バカなサーヴァントが間抜け面を晒して出歩いているではないか。この俺の町に肉だるまはいらん。ダメ。何それ、私に聞かない。神聖が低いということではない。あら、怖いの誰、あれ、バーサーカー君、斧すっぽ抜けちゃったよ。そのままでいいの、リーゼリット。こんなところで何をやっているのです。リズさんの助けはあったけど、ともあれ最後はバーサーカー君が自力で障害を跳ねのけました。偉いね。
ドゥ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 。お。ワンちゃんだ。いきなり何だってんだ。実はバーサーカー君大の犬好きなんです。でも今はワンちゃんと遊んでる時間はないよ。電池を買いに行かなくていいの。しゃべあれから2時間が経ちました。あれ、バーサーカー君は。あ、いました、バーサーカー君です。どうやらワンちゃんともすっかり仲良くなったみたいだね。さっさと殺しやがれ。でもお使いはどうしたの。エネルーク。どうやらバーサーカー君思い出したようです。急いで、イリアちゃんが待ってるよ。あ、何ですか、あれ。バーサーカー君、お店に急ぎます。でも、そんなに走ると転んじゃうぞ。ほら、だから転んじゃうよって言ったのに。でも、バーサーカー君泣きません。こんなことで泣いてたら、リリアちゃんに笑われちゃいます。おや、いつの間にかランサー君の姿が見えません。さっき転んだ時にはぐれちゃったみたいです。お使いも大事だけど、お友達も大事。探さなきゃね。あ、いた、ランサー君。もうどこに行ってたんだよ。ランサー君もきっとまた会えてよかったって思ってるよ。人思いに殺しやがれ。バーサーカー君、やっとの思いで電気屋さんに着いたのに、今日はお休みですって。バレ出しちゃいました。美味しかったな、サイバー。シロ、カレーが良かったでしょ。なんでも。お店は閉まってるし、このままじゃイリアちゃんのお使いができません。バーサーカー君、途方に暮れてしまいました。バーサーカー、何があったか知らねえが、もう帰らねえか。仕方ないよ、お使いは諦めて帰ろう。なぜだ。バーサーか、メモ見てみ。いや、うらうら。電気屋さんがお休みならデパートに行くこと。そっか、デパートに行けばいいんだ。イリアちゃんはもしものためにちゃんと考えてくれてたんです。友達のランサー君ももう帰ろうなんて言いません。一緒にデパートに行こうね。いや、帰ろう帰ろう。バーサーカー君、とうとうデパートに着きました。どこで電池を売ってるか見つけられるかな。やった、見つけたね。家電売り場は10階だ。買っちゃった、おニューの妊娠。すごいぞ、バーサーカー君。ジャンプで10階までひとっ飛びだ。さて、電池は、あった。バーサーカー君、ついに見つけました。やっと見つけた電池にバーサーカー君大興奮です。バーサーカー、くそ、貴様何やってる。知らねえよ。すごいぞ、バーサーカー君。あとは電池を買うだけだ。あれ、帰っちゃうの。バーサーカー君、大事なこと忘れてるよ。ランサー君は忘れなかったね。ともあれ、とっても友達思いのバーサーカー君でした。ってなんなのよこれ。私はエネループが欲しいって言ったでしょ。お、お嬢様、もしやこれは。にゃー、これで願いは成就されたにゃ。にゃー。
なんて、うん、エネループじゃねえし。私はただ一人の女として幸せになりたかっただけなのに、マスター、いえ、総一郎様、私本当は強くなんてないんです。本当は私弱い女なんです。あなたがいなくては生きていけないんです。キャスター、お願い、強く抱きしめて。辛い思いをさせてきた。これからは私がお前を守る。愛してる、総一郎様。なんてメロドラマみたいにあなたの胸に飛び込みたいけど。キャスター、そろそろ時間だ、出る。あなたの顔を見た途端に全てが恐ろしくなってしまうから、少し離れて歩く。あの、今夜は遅くなる。そうですか。あの、ん、これ作ってみたんです。なんだ。手作りのお守りです。最悪を退け、幸運を呼びます。ん、そうか。いってらっしゃいませ。今の幸せを続けるためにあと何度泥をかぶらなければならないのか。あの日初めて神様がいると思えたのに、どこまで私は汚れたままなのだろう。見送ったか。ボタンやユリより真に可憐なるは添えの花か。けなげなものだ。立場が分かっていないようね。あばら骨をこじ開けられたいのかしら。そう怒るな、シワが増えるぞ。おめでとうございます。ニコニコ商店街、本日100人目のお客様です。安全はきっとハワイ旅行だよ。一応として米田原産票と商品券1年分が送られます。ああ、それは私の1000万が入ったトランクです。これはお礼の1割です。ありがとうございます。ありがとうございます。おそらくあれがキャスターのマスターだと思うんだが、ちょいと鎌をかけてみる。突然派出所に落雷だ。全身タイツの男の人が焼け焦げてる。ラバーメン、シロ、それはそれとしてお腹が空きました。夕食にしましょう。まったく、セイバーは食いしん坊だな。今の言葉、マスターといえど聞き捨てなりません。セイバーかわいい、かわいい、かわいい、かわいいよ。ちっちゃくて強くてお腹が空いてて。なんとしても彼女だけは捕獲せねばならないわ。捕らえた暁にはメイドッグ、プリプリドレス、モスロリ、毎日着せ替え放題。メギツネメ。あれ、総一郎兄に報告するぞ。何を暴れ回っていたかは知らんが、怪しいことに借りない。小坊主の言うことなど聞くものですか。部屋で予習でもしてなさい、シュートメガネ。聞き捨てならんか。そもそもエルフ耳が怪しくないわ。怪しいですって。確かにこの部屋は総一郎様には見せられないわね。元より見せる気も入れる気もないのだけど、うん、総一郎様の前だけでも綺麗な女でいないと。そうでないとただでさえこんな女なんだから、もう失敗したくないから、もう失いたくないから、どうか私を。メギツネの正体見たり。カバーズネ、そいつらにこれを。よよよ、総一郎様、見てくれ、これがこのメギツネの正体だ。総一郎様、こんな女だから気にするな。渡すものがあるのだ。少し遅くなったが、ちゃんとしたものを渡したかった。
一郎様。早まるな、青一郎。こんな女だけど幸せになっていいですか。春休みには旅行に行こう。ハワイだ。ハワイ。これはお前が作ったのか。うまいな。野生の王者セイバーライオン。セイバーライオンの朝は早い。こんにちは、司会のエミヤシロウです。本日は解説に騎士王のセイバーさんにお越しいただきました。セイバーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。可愛らしくも貫禄がありますね。王者ですから。何か食べてますね。お腹が空いたのでしょうか。古来より王とは腹ペコなものです。ランサーを与えてみましょう。ってなんだここ。ちょっと何、やめろってな。これが野生なんですね。焼肉定食です。いえとはいえ、本当に働く必要はないのでしょうか。誰がですか。いえ、必要あるんですか。いえ。うまい、うまい。やっぱ外で食べると美味しいにゃ。なんか次焼けたい。すみません、冷麺ください。次は騎士王の意外な一日。おい、みんな朝礼を始めるにゃ。今日風邪で休みのバイトちゃんの代わりに臨時ウェイトレスとして入ってもらうバイトのセイバーさんにゃ。セイバーです。よろしくお願いします。自分で雇っておきながら威圧せざるを得ない。これがカリスマスキル B というやつか。いらっしゃいませ。セイバー、あんた何やってるのよ。店長に頼まれてやむなしです。どんだけ世俗にまみれてるのよ。これは清掃なのでは。ああ、そういうことにしておこう。お店が困っていると聞いては捨ておけません。それに何？家賃でも払えって言われたの？何でもありません。いいから注文を言ってください。じゃあコーヒー。ホットですか？アイスですか？ホット。お食事は？お腹空いてないし。お腹が空いては戦はできません。はい。空腹時に襲撃されたらどうするんですか。分かったわよ。じゃあホットケーキ。まさか凛ともあろうものがそれだけですか。ああもううるさい。カレーとスパゲッティも持ってきなさいよ。デザートは？あんたね。そんな小食で戦えるのですか、サラリーマン。行儀が悪いです。ほらこぼしてます。投げかわしい。男子ならおかわりするべきです。もう接客じゃなくてしつけね。なんで今日はこんなに忙しいのにゃ。アーネエルで始まって以来の売り上げだもん。しよう、ぜひこのままアルバイトとして毎日うちに来てほしい。それは私を王としてのことか。おお、本当にいるではないか。良いなりだな、セイバー。貴様をご指名だ。断る。恥ずかしがりよって、ういやつめ。大天寝顔か、英雄王。セイバーさん、お客様、お客様。ハハハハハ。よし、まずは酒だ。くだらない酒を出そうものなら店ごと吹き飛ばすぞ。ここは喫茶店です。知っておる、わざと言ったのだ。英雄王ジョーク、大いに笑うがよい。気の時間外ならエクスカリバーで真っ二つなのですが。早くサービスランチとやらを持て。フルコースでな。あとスマイルに。この店超気に入った。褒美を取らせる。好きに取るがよい。なんと666人前入ります。おじい様漏れそうなの。あ、こちらです。じじい。すみません、お客様、
こちらにジャンプは置いておりません。お客様、落ち着いてください。大変そうね。騒がしくて申し訳ありません、お客様。大丈夫大丈夫、続けて。客商売とはこんなにも大変なものなのですか。セイバー、お会計だ。テイクアウトは。お前だお前だお前だお前お前お前だお前お前だお前だお前だ。セイバーさんが、アホ毛を抜いた。黙って聞いていれば何だ。お客様が神だ。神は死んだ。わけがわからないにゃ。セイバーオルタナフィグ、これが黒化というものか。英雄、ケーキを残しているぞ。はっ、そのような駄菓子一口食べれば十分だ。むしろ俺の口に入っただけでも光栄に思え。バカモン、食べ物を粗末にするな。なんだ貴様、俺のお母さんか何かか。かわいいかわいい、ゴスロリメイドウェイトレスだ。お客様、なんかすみません。セイバーさん、マジリスペクトっす。セイバー、今日はもう疲れたのよね。家に戻りましょうね。これ式のことで疲れたなどと口が裂けても言えぬ。言ってるも同然よ。腹が空いただけだ。これより休憩にする。微妙なまかないをよこせ。どうすか。ビビ、おかわりおかわりだ。おひつごと持て。普段相当抑圧されてたのね。英雄を、はい、シフトが上がったら夜の街に繰り出すぞ。ついてこい。はい。こいつ本当はこういうのが趣味か。キャラまで変わってるし。セイバーさん、マジ淀みないっす。俺一生ついていくっす。夜の街に繰り出すっす。猫カオスだから言えることがある。何？男は黒に染まる。今日私は学んだ。労働とは尊いものだと。好きだ。チーラー、戻ったぞ。ま、おかえり、セイバー。遅かったね。ええ、ちょっと所用が。ご飯できてるよ。ああ、それともお風呂が先？シロ。なんだい？お誕生日おめでとうございます。セイバー、覚えていてくれたんだ。シロは私のマスターですから。圧力鍋。先日テレビで見た最新型です。ありがとう。私には。この時代の殿方が喜びそうなものが分かりません。ああ、嬉しいよ、セイバー。それで、美味しい料理をたくさん作ってください。地上の音速バトルはここ冬木市市街地特設コースからお送りいたします。解説はこの方、琴峰綺麗です。よろしく。そして実況は私、冬木の虎藤村大河がお送りします。ゴー。それでは早速スタートを控えた選手たちの様子を見てみましょう。まったく、レースなどと名誉ある騎士の戦いを一体何だと思っているのでしょうか。いいじゃないか、セイバー。殺し合いをしないで済むんならむしろ歓迎じゃないか。それはそうですが。で、どの車に乗ればいいんだろう。マシーンは厳正なくじ引きにより決定されます。またかよ。それでは選手紹介です。リン&アーチャー組はゲットマネーゴー。正々堂々頑張ります。応援してくださいね。どんな汚い手を使ってても勝つわよ。いつも通りにしろということだな。続いて
ネムーンゴー。あらやだもん、新婚さんみたいじゃない。お次はランサー選手、マシンはゲーブルカー。俺が絶対1位だ。どんどん行きましょう。シンジ&ライダー組ママチャリ。なんで自転車なんか開けるんだよ。大丈夫です、私の騎乗スキルは A+。 行きますよペガサス号。名前つけんなよ。続いてシロー&セイバー組は野獣ライオン号。シロー、あ、100円ください。お金いるの。そしてそしてイリア&バーサーカー組。何それ。あー、はいはい。じゃーん、バーサーカー。ちょっと今でもう一遍やってみなさいよ。さあ各社グリッドに出揃いました。コトニネさん、大混戦が予想されますがいかがでしょう。いい加減魔術協会も聖堂協会も財政なんです。できる限り被害を最小限にしてほしいですね。さあいよいよです、第5次聖杯グランプリ。チェッカーを受けるマスターとサーバントは誰か。今シグナルが赤から。青に変わる。各社一斉にスタート。おーっと、ものすごいスピードで先頭に踊り出たのはダンサーのゲーブルカーだ。悪いな、ぶっちぎってやるぜ。あいつ最高だぜ、俺のゲイボルカー。このスピードたまらねえ。ねえあーちゃん、知ってる？ドラッグマシーンはね、曲がれないの。ランサーが死んだ。この人手なし。しょっぱなから大波乱ですね。事後処理が。レースは序盤から荒れ模様。ここで先頭に躍り出たのはハレムーン号とゲットマネー号だ。ライオン号もなんとか追跡する。あの車クラシックカーのくせに相当性能がいいようだな。あたりはあっちか。うっ、私はすでにゴールインしていますのよ。なるほど、向こうが勝ち組か。そんなわけでくれぐれも聖杯のことは任せるわ。佐々木マイオン。何？ええ、久々のシャバの空気はうまいぜ。アサシンなのか。ずっと寺に閉じ込められていたからおかしくなったのよ。ああ、セイバー。ダメです、お金がないとこれ以上スピードが出ません。もう財布が空だ。シロー、あのバカ。おっと、いけねえ、今何かぶつけちまったかな。どうして流動寺の外に出られないアサシンが。三文ごと積み込んでいる。だと初めからこうすれば自由だったんだな。あ、相棒ガナ行くぜ。相棒、何も言ってねえなよ。ひなときな。オラオラ。さて、ここでトップに立ったのはキャスターのバトンタッチしたアサシンのデコトラ。なんという展開、聖杯戦争の醍醐味ですね。コトミネさん、安全運転を心がけてほしいですね。くそ、あのデコトラなんであんなに速いのよ。あいつの呉服は効くぜ。キャスターの呉服か、どこまでも抜かりがない女だ。もうアサシンの原型ないわね。このままゴールだ。なあ、優勝したら一緒に暮らさないか。誰？悲しすぎるわ、いろいろと。おのれ、誰だ、どこから砲撃している。ハイドー、バーサーカー。いいよ、姿を見せないと思っていたが、まさかショートカットしてきたのか。足が遅いなら全員潰しちゃえばいいのよ。パンチャー4フォイヤー。俺の街、俺のレースで無粋な真似をするな、イクダルマ。キピカ、どこ走ってんの。俺の前を走る車は何人たりとも許さん。吹いて走ろう、エルキル。もう走るで、バーサーカー。自爆とはブサイク筋肉だるまの貴様らしい最後だ。笑ってやる。あんた、なんで。愚問だな。良い、良いではないか。レースとはなかなか良い催しだ。
しかし俺を招待しないとはどういう了見だ、琴峰。だってお前ルール守らないじゃん。それがどうした、俺がルールだ。神羅万象何事も俺が一番でなければダメだ。アーチャー迎撃よ。いいのか、せっかくトップなのにあんなのに無茶苦茶にされたら台無しよ。了解した。勝手が過ぎるようだな英雄。撃ち落とす。俺のライディングテクニックを甘く見るな。そのライディング、貴様この時代に来て何にハマっていた。何もかもだ。意外や意外、ギルガメッシュ選手の参戦、果たしてこれは是か非か。彼も大人だというのならお願いだから言うことを聞いてほしいですね。あんた選手じゃないでしょ、私たちの勝ちなんだからね。このカーブでもらうぞ。は、俺の勝ちだ。いえ、抜かせてもらいます。あれ自転車よね。なんというケイデンス。ママチャリが。私の騎乗スキルは A+、 たとえママチャリでも乗りこなしてみせる。なかなかやるじゃないか。褒めてやるぞライダー、やっぱりお前は最高だ。やっほー。飛ばしすぎたようです。シンジ、お家帰る。何今の。気にするな、コースの要請だ。さあいよいよレースも大詰めです。このまま何事もなく終わってほしいですね。トップで最終コーナーを立ち上がってくるのきた。ほぼ横一線、わずかにギルギルマシンがリードか。ゲットマレー号も負けていない。楽しかったぞ小娘。なかなかやるが、所詮貴様は一生うっかり娘だ。何ですって。挑発に乗るなリン。何を。いいから前を向くリン。このメロディーはライオン号だ。ライオン号よ、お前もまた獅子だというのなら命を懸けて駆け抜けろ。セイバー、なんで、一体どうして。定期預金を解約してきたんだセイバー。これから食事はお茶漬けだけだ。ふざけすぎだ獣畜生が。さあゴール目前、まだ勝負の行方はわからない。早いライオン号、怒涛の追い上げ、じわじわ差を詰める。並ぶ並ぶ並ぶ、三台横一線。踊れブリキング、行けリン。終わってよかったですね。シロ、あれは聖杯。ついに聖杯は出現した。今二人の願いは叶えられん。お金返してください。Now I'll see you.
知らぬ顔をして。